まあどう考えても雪丸かなって感じです。名前もね、あのこいつ真似してるんで、多分やっぱり。あ、最初ですね。自分狩人行きました。私は村なんですけど。っていう村人っていうんですかね、市民でした。村人でした。はい、浮き丸占い師でした。たくまさん、村人でした。浮き丸なんですが、自分も、占い師を引きまして、たくまさん占って市民側ということで、まあどう考えても浮き丸かなって感じです。名前もね、あのこいつ真似してるんで、多分やっぱり圧倒的にちょっと間がありすぎて浮き丸が怪しすぎると思いませんか、皆さん。なんかユダのウダのなんかごちゃごちゃ言ってましたけど、人狼には関係ありませんよね、それね。おい、一票さ。皆さん、僕占い師でした。お疲れ様でした。あむずすぎる。